意外ね。はじめまして、こんちくわ。こんちくわ。珍しいよね。確かに珍しいのかな。え、珍しくないよ、全然。珍しくはないか。うん、なんかいつもりりちゃんがなんかかまってちゃうみたいな。ん？ん？ん？ いつもね、すごいかまってちゃんをしてくれるんですよ。してない。うん。なんか喋ろう。いいよ。で、なんでこの空気って言われちゃってるよ。なんかわかんない。そう、さっきはダンスプラクティスビデオをみんなで撮影してきました。イエーイ。あの X の方にもなんか写真が投稿されてたと思うんですけど、それはダンプラの撮影の時に撮影したものです。ラッキーは初めてのダンプラなので、はい、すごく初めての経験で、あのなんか大変だったね。うん、意外とね。ぜひ楽しみにしてください、うん、でもいいものに仕上がってると思う、うん、ふわふわしてるだってそうかなそうかなそうかな。お互いの好きなところだってよーっとした。それ、うん、お互いの好きなところ。リリちゃんはあのなんか年下だけど、うん、年下っぽくないみたいな。ああ。え、よく言われる？他のメンバーから。あ、でもなんか言われるかも、うん、なんか年下と思えない、うん、思えないっていうか年下なんだけど、うん、結構大人っぽくて、あとはまあさっきも言った通りカマチョなんかカンナがスマホこうやっていじってたら気づいたら目の前にいて、うん、いつも笑ってくる、うん、そうだよ、よくね、好きですね、そこは、うん、かわいいです。私はとダンスが上手なところと、いや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 、あとメイクが上手で、いや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 、かわいくて、いや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 、で、おしゃれで、いや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 、うん、なんかみんなのことを考えてるところとあ、褒めすぎじゃないけどありがとう。うん、一番甘えん坊なのはって。え、二人で？ん？二人が？ラッキーで。あ、ラッキーで、うん、せーの言ってみる。待って、え、甘えん坊？甘えん坊？でももう一人かもしれない。甘えん坊？甘えん坊、なんか、うん、日頃から甘えん坊な子はいないよね、多分。甘えん坊か。甘えん坊？難しい。一回やってみる。いいよ。せーの、ゆらちゃん。おお。ゆらちゃんはね、一致した。うん、いつもね、ハグしてくれるんですよね。なんかね、急にハグしてくる、うん、いつも。そう、うん、なんかカンカンって言って、そうそうそう、後ろからこうやってハグしてくれて、うん、そうです。2人のコンビ名はせーの、ナシカンです。兄弟何人いますか？私は、はい、2人です。え、自分も合わせて、うん、うん、2人。私は5人です。やばいですよね、かんなちゃんね、うん、5人兄弟なんですよ。そうなんですよ。すごいでしょ。意外ですかね。うん、意外だった？意外だった。嘘。うん、え、第一印象どんな感じ？え、かんなちゃん、気になる、気になる。え、正直に、第一印象、うん、
ね、最初はなんかまあ見たことあるあの人で憧れみたいな感じだったからあの本物だみたいな、うん、でなんか、うん、あのなんていうの何でもできそう何でもできそうっていうか真面目っていうか、うん、そうなんだ、なんかそうキリッとしてるイメージだったかも。あキリッとね、うん、クールな感じ。あそう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 、イメージだったかも。知った、うん、私はね、なんか初めて見た時は、うん、多分あれじゃん、なんだっけ、あれ違う、あれ違うよ、あのさあれなんだっけ、そのおはスタのさガルガクもなんかサイン書いてた、うん、初めて会った時。え、あ、思い出した、あそこでしょ、うんうん、あそこで初めて会って、うん、そうそうだそうだそうだ、そこで初めて会って、でもなんか緊張しちゃってそんな見れなくて、あなんか多分座る位置が多分かんな、キータンが前にいたんですけど、あそうなんだ、結構キータンを見て、うん、キリちゃんのことあんま 見れてなかったかもんだけど、うん、やっぱディスコとかさそのダンスレッスンで初めてやりますみたいな、かわいいみたいな、え本当あの笑顔がもうかわいいじゃないですかリリちゃんって、だからめっちゃ笑顔かわいい子だなっていうのと、足長って思った。もうそうですか、足の長さがすごかったよ。そんなことないですって感じです。あそう、最初めっちゃ緊張したもんだって。緊張したよ、うん、そう今じゃめっちゃみんなと仲良しになりました。なりましたよ、うん、あ、今日は言わんでよ言っちゃう。今日はですね水曜日なので8時からザ・ネクストステージの YouTube ですね。はい、あの前回はダンス組、うん、5人で e-girls さんのダンスウィズミーナーも踊らさせていただいたんですけど、はい、今日はゆーらゆーわりりか、うん、3人がボーカル対決みたいな、そうなんだよねっていう動画が上がります。もうなんかさあれそのダンスの方の YouTube を見てくれた方は分かると思うんですけど、うん、なんかなんていうの、その私たちが歌ってるところとか、うん、なんかさ映されてたじゃん、うん、後にね、でさ私が泣いてるところも映されてたあそこびっくりした、うん、まあ、見てお楽しみって感じだよね、うん、びっくりするよね、嫌な、楽しみ見たい皆さんぜひ一緒に見てください。8時からどうなるのでしょうか、ワクワクですねは兄弟構成っていうのは、うん、お姉ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん私弟ってなってます。えっゆりちゃん弟、そう私は弟くんですね。大家族ね、大家族すぎる、いいな兄弟いっぱいおるの。そう、喧嘩とかいっぱいすると、ちっちゃい頃はしてたかも。ああね、うん、今はもうね年が結構上になってきてるから。下の子とかは、はでも喧嘩はする。ああ、うん、そうなんや。私2歳差なんですけど、うん、めっちゃするよ喧嘩。そう、うん、そうなんだ。そうなんよね。でもちょっと想像できるかも。え、できるそう、めっちゃ喧嘩するんです。バキちゃんがどうぞ。こんにちは、バキちゃん登場。イエーイすごいね今さっきちょっと、うん、あるもの買いに行ってました。あった？あった？あった？
ありがとう。はい、じゃああっちで待ってるね。うん、バイバーイ。バイバーイ。全然あ、さっき来てたなんか2人とも MBTI 何？おお、何ですか？ね、あれなんか相性見てみたくない？おお、私はね、あれなんだよね、忘れちゃう。あ、ESFP。 え、E なの？うん。え、そうなの？え、私 ESFP。 ESFP？ うん。え、ちょっと待って。ESFP と、うん、ISTP。ちょっと相性を見てみますね。私、ISTP で ESFP。これ悪かったらやらない？これでいいか、うん、あ、一緒にいるととてもリラックスして快適であると感じます、うん、おイエイ。確かに落ち着いてるもんね結構。お、ね、似ている部分も多いのでって書いてある。そう、うん、居心え、何イエイ。なんかまあでもちょっとなんか見たところ普通だそうです。あ、まあ普通普通。えぇ、ー、なんか普通、そういうじゃなくて、そういうじゃなくて、わかるわかる、あのさ、まあ普通丸いよりはマシじゃない？でもまあこういうのにとらわれないでさ面白いこれ。あ、面白いですね。感じです。二人の共通点なんだろう。うーん、弟がいる。あー、うん、弟がいる。だって出身地も違うもんね。そうだね、福岡埼玉で地方に住んでる。うんじゃない？あ、福岡と埼玉。あ、地方出身。え、埼玉ってうん、え、わかんないけど。そうなんだ。え、地方じゃないの？あ、地方じゃないらしいですよ。え、地方じゃないの？え、じゃあ、え、栃木は？栃木も多分地方じゃない、あれじゃない？あの、九州とか、うん、じゃない？あ、そういうことね。わかんないけど関東とか。うん、そういうことか。え、何時まで？今日は5時半。あと15分。うわお、5時半までやります。なんかゲームしない？なの？何がいい？ゲーム？うん、ゲーム。あっち見て、あっち見て、ほら。やってみる？いいよ。せーの、シャシャグーでけっぱい。あっち見て、はい。シャシャグーでけっぱい。あっち見て、はい。シャシャグーでけっぱい。はい。はい、こうでしょ。あっち見て、はい。はい、グーでけっぱい。あっち向いて、はい。どうしたらグーでけっぱい。あいこでしょ。あいこでしょ。あっち向いて、はい。どうしたらグーでけっぱい。あっち向いて、はい。どうしたらグーでけっぱい。何この時間。ここは保育園ですか？面白いね。笑いすぎ。だってまあ同点だよね多分。今度最初負けたから。うん、腕相撲。ね、
絶対強いやんだって。え、かな強いかも。結構あるんですよ、腕の筋肉。マッスル。それはお断りです。じゃあ左手でやってみよう。ね、左も弱いもんだって。一旦やってみよう。え、怖い。怖いって言われた。え、じゃあ弱気出して。いいよ。左、え、これ、え、ね、怖い。大丈夫。せーの。よーい。弱かった。何弱かった。何が弱かったの今。え、だから、あの、行こうとするじゃん。あ、もう無理と思って。さあ、よーいって言った瞬間、ガンナが力めっちゃ入れたら、めっちゃ怖がって。じゃあ、もう一回、一回やってみよう。じゃあ、レディーゴーいいよ。レディー。ゴー。じゃあ諦めないで。なんか、はい、いいよ。眠り。せーの。イエーイ。勝てました。バムマッチョよ。なんでさ、なんでみんなバムマッチョっていうの？面白い。いや、めちゃくちゃね、あれなんですよ。多分、かなちゃん絶対めっちゃ筋肉あるよね。うん。腕の筋肉ある。だって全然ないっちゃんね。リリちゃん折れてないだって。うん？折れてない。あ、折れてない。折れそうよ。バブマッチョやばすぎる。やだー、やめてください。想像するとすごいのが出てくる。バブマッチョ。あ、そうじゃん。サイン会と撮影会。おぉ、ありましたね、この前。ありがとうございました。サイン会と撮影会は、うん、なんかさ、シールドみたいなのがなくなって、パーテーションがね、そう、パーテーションがなくなったので、なんかすごい皆さんの表情とか、うん、あとお話もたくさんできたし、久しぶりだったの、楽しかった。距離が縮まった感じがして、撮影会はパーテーションがあったんですけど、うん、サイン会はもうね、この、なんていうの、この距離、うんね、近すぎ、これは分かんない、こんぐらい、うん、こんぐらい、こんぐらいの距離だったので楽しかったですね。うん、そう、あとはね、心斎橋でもありますので、はい、来てくださいね。うん、大阪行くってみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ。身長何センチって。え、身長、うん、身長って何。え、身長ってだから足のつま先から頭までだよ。頭までの長さのことだよ。頭までね、うん、身長は何センチですか。多分1604. なんちゃら、もう5いきそうぐらいです。いいね。私は、うん、160。おう、まあ、まあ、言ってるかな、言ってないかなぐらい。なんか日によって違うけど、一応言ってはいます、多分。で、そう、あの、リナと一緒だったのね。で、今まで私の方がちょっと高いかなぐらいだったんですけど、うん、今日の一緒に測ったら、リナがなんか 161.5 になったみたいな。って、うん、そんな急成長しますかっていう。りなちゃんでも結構急成長するかな。ヒューンヒューンって感じだよね。比べしたらね、りなの方が上だったから、うん、と思って。そうなんだ。もう身長伸びてほしいな、本当に。頑張ってください。何したら伸びんだろうね。でもいっぱい食べて、いっぱい食べればいいと思う。いっぱい食べればいいのか。そう、うん、お米いっぱい食べてるもんね。そう、私めっちゃ食べるけん。そうだよね。そう、いっぱい食べればいいと思う。うん？あ。あ、好きな白米の食べ方だって。紹介して。いっぱいあるよ。
好きな白米、一番おすすめ、美味しい白米、まあ、いっぱいあるか、うん、おかずがいっぱいあるもんね。でもよく食べるのは、うん、キムチか、キムチか、うん、あれシソ納豆って知ってる？知らない、何それ。私シソ納豆大好き。納豆にシソが入ってんの？え、そう、シソ納豆とか、うん、あとなんだろうな、やばい、とか、え、おかずでも何でもいけるかも、美味しいもんだって。ハンナは、え、でも今日はね、あの、うん、たらこうどんお食べてきた。あ、明太子も美味しい。え、明太子ね、美味しいよね、うん。あ、そう、私最近気づいたことがあって、うん、あれさ、お米がないお店とかに行って、うん、ご飯食べると、うん、なんかすごいなんか味が濃い、濃いっていうか、なんか、そう、だからなんか薄味が好きなのかなって思った。お米で、あ、リリちゃんのね、そう、おかずを例えば薄くしたりとかさ、うん、するから、私薄味が好きなのかなって思った。新たな発見、うん、そう、新たな発見だからお米が好きなのかなっていいね、お米好きなの。うん、ウェムライスだってえ、ウェムライスっていいね。え、そう、りなちゃん考えたやん。あ、そうなの、うん、そうなの。え、待って、え、りなちゃんだったっけ。なんかでも、あの、あれだよ、ラッキートークでウェムライスになった、うん、あ、ファンの人かな、ウェムライスって呼んでくれてる。リリカさんは白米一口で何回くらい噛む？だいたい10とか。いや、なんか少ない気がする。 5、6回ぐらいかも。あ、うん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 、あー、まあまあまあ、そうだよね。でも学校でさ、なんかさ、なんだっけ、30回噛んでから食べるといいみたいな。そうなの？え、なんて、嘘、うん、全然してないですけどね。え、そうとか、保育園とかでは、あ、なんかね、うん、おかずを食べて、うん、お米食べて、うん、みたいな、お味噌汁飲んで、うん、お米食べてみたいな、三角食べってあるじゃん、うん、で、あれ、それを習ってからお米がね、もっと大好きになった。そうなの？そう、保育園で習って。保育園から好きなんだ。そう、すごい、うん、いいね、お米好き。かなね、炊きたて、うん、が大好き。あー、分かる。ちょっと冷たいのだとごめんなさい。あー、ごめんなさいごめんなさいってなるんだけど、ホクホクだとね。あー、サーモンは好きですか？大好き、大好きです。最近食べてないな、サーモン。え、ほんと？うん、私ね、お寿司屋さん行って、うん、食べたよ、サーモン。そう、うん、お寿司屋さんもあんま行ってないかも。ほんと？私絶対どっかお店食べに行くって言ったらお寿司がいい。うん、焼肉。あ、本当？ハラミ大好き。私昨日焼肉行った。え、なんかさ、ユーマも、ユーマもだっけ、ユーマも行ってた。あ、本当？うん、そう、いいな、焼肉。うん、美味しかった。私ホルモンが一番好きかも。食べれるんだ。え、食べれんと？食べれない。え、ホルモンってさ、うん、何？ブヨブヨのやつ。腸？ホルモンって何ですか？え、腸？ホルモンは、ホルモンは内臓、内臓？内臓？内臓なんだ。あ、腸だ。あ、腸だ。あ、ね、誰？内臓って言ってた。腸らしいですね。え？どっちだ？内臓、内臓。わかんない。腸？内臓か腸です、ね。まあ、そこら辺。そこら辺で。ホルモンは食べたことない。めっちゃ美味しいよ。多分ね、カンナね、食わず嫌いだから、あ、食べたことないものは何でも嫌いって言っちゃう人もね、うん、だから食べれないですね。めっちゃ美味しいのに。腸は内臓の一つらしいです。おー、まあ、そういうことですね。やばい、バカがバレる。
ちらバカが悪い。やばい。ナシカのポーズ決めたくない？なんだろう、何がいいと思いますか皆さん。ナシカ、ナシでしょ、うん、缶でも缶はみんなこれなのね。リンゴの缶詰とか、うん、リナ缶とか缶コーヒーでもこうしてるから、これは多分ガンナがやるじゃん。ナシ、うん、か、ナシ、え、なんだろう、ナシ、梨ってどう表現したらいいの？あ、どっちか、洋梨？質問梨？梨じゃない。洋梨って？洋梨ってさ、こんな細いさ、あれさ、スタンプでさ、あ、よくあるやん。あれが洋梨じゃない？だからフランスとか。梨は普通に丸いのか。うん、そう。え、どっちだろう？梨。でも梨の方がやりやすい。そうね、こっち。これ？で？絵文字送ってくれて、うん、これか、うん、で、で、こう、はい、叱りました。 ありがとうございます。バブとウサギだから手頭にして片手缶詰めにしたら、ん、なんだ、ん、リンゴにも見えるって。そうなん、確かに。あ、スクショタイムする？このまま、うん。じゃあなんか皆さん好きなポーズとか送ってください。クマポーズ。メガネポーズ。ワンピョン、あと1個くらい、ティアラ、はい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 、オッケーです。ありがとうございました。Thank you。 ありがとうございます。あのですね、リリースイベントの追加 の、 あの詳細がこの前発表されたと思うんですけど、3月の24日にアーバンロックララポート豊洲さんで追加のリリースイベントが開催されます。皆さんまたお会いできるので、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。来てください。豊洲ですよ、豊洲。うん、え、大阪から行きますって。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってます。嬉しい。じゃあ今日はこんな感じでナシカン配信でした。